はいどうも皆さんこんにちはです。今回もですねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあというわけで本日は1月14日の日曜日ということで、いよいよ明日の月曜日にですね終了してしまうイベントと同時に開催するイベントというのがありますので、今回はそれら注目イベントをね紹介していきたいと思います。ですのでね SV にまつわる最新情報を見逃したくない方はぜひ今回の動画も最後までご覧ください。というわけでまずはですね明日終了してしまうイベントについて今から詳細をね一緒に見ていきましょうか。はい、それからですねこちらになります。最強のバシャーモレイドイベントですね。こちらがなんと明日15日の月曜日朝8時59分にいよいよ終了してしまいますと。で今回の最強バシャーモは飛行テラスタイプとなっておりまして、まあ電気タイプのね攻略ポケモンで挑む方も多いと思うんですが、まあ自信をね持っているのでちょっとね大抵の電気ポケモンはやられてしまいます。でもしね攻略に困っている方まだいらっしゃいましたら、攻略動画ねもうすでにこのチャンネルで上げておりますので、ぜひね概要欄にリンクを貼っておきます。そちらねチェックしてみてください。で開催期間については、まあ、今回はこれで終了してしまいますが2回目の開催もありまして、それがね来週19日の金曜日から22日までの3日間限定となっております。でこの機会を逃すとですねもう二度と最強バシャーモはゲットできませんので、まあぜひですねこの期間中に絶対にね1回は倒すようにしておいてください。で一応ですね今回のソロで 100% で攻略できるポケモンねさらっとおさらいしておきますけども、こちらハラバリーになっております。でこちらねメトロノーム持たせて電気テラスタイプにしてもらいますが、技構成はですね味方に威嚇持ちが1体でもいればパラボラチャージだけで大丈夫です。もうね初手から1ターン目からパラボラチャージ連打で、でテラスタルが切れるようになったらテラスタルを切ってパラボラチャージですね。でそれで最後まで連打していくと自動で勝つことができます。でもしですね味方に威嚇持ちがいない場合は他にアシッドボム、リフレクター、冷や水ですね、この3つの技を詰めば余裕でね 100% 安定して勝つことができます。で努力値はこちら特攻と防御ですので、リゾチウムとブロムヘキシンを26個ずつ、あとはマックスアップを1個ですね、あとは特性を電気に変えるにしておいてください。でもちろん詳しい立ち回りは先ほど紹介した動画にね全部載っけてあるので、そちらねチェックしていただきたいと思います。そしてですねちょっと以前は紹介してなかったんですけども、今回の最強バシャーモレイドはなんとこのミライドンを持っていればソロでワンパン周回することができるみたいなので、まあ、今回ついでにねこのミライドンを使ってソロでワンパン周回する方法を紹介していきたいと思います。まずは育成方法ですけども、テラスタイプは何でもいいです。で持ち物は弱点保険を持たせます。そして技構成は稲妻ドライブと金属音だけでいいです。で努力こっちはこちら特攻と防御ですので、ハラバリーと同じくリゾチウムとブロメキシン26個、そしてマックスアップを1個ですね。で特性はハドロンエンジン固定です。さあでは今からねサクッとワンパンしていきたいと思うので、立ち回りね参考にしたい方はぜひご覧ください。ではやっていきましょう。さあではねやっていきましょうか。これもね結構最初が肝心です。素早く金属音を打ちます。はい、これね素早くやりましょう、コマンド選択をね。じゃないと相手がすぐにバフリセットをしてくるので、そうならないようにね早めにやっておきます。でこれで、ね、今自信を相手が当ててくれたので弱点保険が発動して特攻がね2段階上がります。そしてまたね素早く金属音3回ね金属音当てましょう。はい、これねで今4段階相手の特防が下がっておりますと。でラストこれも素早くね、お剣の前使ってきた。まあ早いな、まあでもね耐えます、大丈夫です。金属音、はい。でこれで相手のね特防が6段階下がりましたと。では最後稲妻ドライブいきましょう。おい、これでよいしょーどーん、 OK。 こんな感じでねワンパンできますよといった感じになります。
まあ、ただね成功率は 100% ではないので、まあ、100% 安定するわけではないところは注意していただきたいと思います。ただね、まあ、楽々にクリアしたい方は試してみてください。ではですね、続きまして明日から SV でスタートするイベントというのがありますので、今からね皆さんにそちらを紹介していきたいと思います。ではね、イベント詳細を一緒に見ていきましょうか。はい、それがですねこちらになります。ポケモン竜王戦2024ということで、まあ、これね前にちょっと1回中止になったんで、今あれこれなんやろうと思っている方もいると思うんですけども、前回ですねちょっと開催するよって言ってたやつが不具合によってね1回休止になりました。でそれが今回ね改めて開催されるということで、エントリー期間の開始がいよいよ明日からねスタートします。で明日の15日の1時からですね13時から19日までの期間ねエントリーできます。でこれねちょっと気をつけていただきたいのが、この19日から開催期間がスタートということで、エントリーがですね開催期間中にはできません。ですのでぜひね参加したい方は今のうちにエントリーをしておいてください。でエントリーのやり方はですねかなり簡単なので、今からちょっと案内したいと思います。こちらポケポータルのメニューに入っていただいて、でこちらバトルスタジアムですね、でここの上から3番目のインターネット大会に入ってもらって、でこちら公式大会エントリー受付中というところの大会を探すを選びます。でそうするとですね、今はブルーベリープロローグがあるんですけども、明日の1時になると竜王戦が追加されます。なのでそこからエントリーできるという感じですね。で一応ねこのブルーベリープロローグ現在開催されておりまして、明日の朝8時59分に終了するんですけども、これもね結構面白くて、ブルーベリー図鑑限定のポケモンで戦えるというようなオンラインバトルになります。でね、最大の特徴としてはテラパゴスが参加できるということで、テラパゴス同士のね対戦も実現しますので、ぜひねちょっとこちら興味のある方は明日までにね参加しておいてください。さあというわけで、この SV で開催されるもしくは終了してしまうイベントについてまとめてきましたけども、実はですね SV にまつわるイベントで注目イベントというのが他にもありますので、そちらについてもねついでに紹介していきたいと思います。はい、それがですねまずこちらになります。翡翠爆風雲のレイドデイイベントですね。それが本日14日の14時ですね、昼の2時から17時、つまり夕方の5時までの3時間限定で開催されます。でここではさまざまなボーナスがあるんですけども、やっぱり注目すべきはこの翡翠爆風雲を 10% の確率で色違い厳選できるというところにあります。いやこれは激アツですよね。もう翡翠爆風は SV で内定済みでして、もう過去にね翡翠爆風レイドがありましたので、もうゲットしてる方は多いと思います。ですのでもしね色違いを5から連れてきたいという方は、今回ね3時間頑張って色厳選して連れてくるようにすることをおすすめします。でさらに現在はですねトルネロスのレイドイベントをやっているんですけども、それがですね17日に終了してしまいまして、で終了したと同時にボルトロスの伝説レイドも開催されます。それが1月17日の10時から24日の朝10時までとなっておりまして、こちらはですね霊獣フォルムでの登場で、しかも色違いも出ます。で確率はねもちろん19分の1ということで、まあ、約 5% ですね。かなりの高確率で色違い厳選をすることができます。でボルトロスに関しても SV でねもう内定済みなので、もしねすでに図鑑で登録しているという方は色違い5から連れてくることができますので、ぜひね色違いを連れてきたい方はこちらのイベントにも参加してみてください。ということでね、今回も SV にまつわるさまざまなイベント情報を紹介してきました。まあ、今回はねこれで終わりたいと思いますが、またね最新情報とか攻略情報があればすぐに動画で上げていきますので、ぜひねポケモン好きな方はチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねもしこの動画がためになったと言っていただける方がいましたら、高評価をねしていただけると非常に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。てなわけでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。Now, so sorry, but I'm not able to slow down. Now, so
that I made by myself.